まず、YouTuber と本当に今人気な YouTuber と同じクオリティの動画を上げることがまず難しいんですよ。だってあの人たちって、ふんだんに資金もあるし、動画の企画に金をふんだんに使えるし、返ってくる金が違うから、もう今の時点で。あ、マネマンさん25ポイントです!だからその時点でもう無理なんですよ。その時点で相当きついんですよ。だってお金ふんだんに使えたらそれは企画だって面白くできるじゃん、基本は。うん。まずそこのお金の差。で、あとはその固定リスナーの差。チャンネル登録者数が何百万とかの世界の人たちよ。うん。それはもうね、だって、ほんとそれで、たくさんお金使えて、今有名な固定リスナー、有名なね、YouTuber がたくさんお金使えて、固定リスナーもたくさんいる中、無名な奴がいきなり来ても、まず今の既存の有名 YouTuber ほどお金たくさん使えない動画の企画に、そんなにお金ないからだった。あの人たちってとんでもないお金使ってるじゃん、動画に1本に。まずそこで差が生まれるし、あと固定リスナーのさ、うん。仮に、ね、あと、あの人たちは本当に天才だからお金だけじゃなく、マジで人が面白いと思う動画を本当に作り上げられるから、本当のガチのクリエイターだからさ。うん。次元が違うの、何もかも。で、それでいて、もし今の既存の有名 YouTuber と同じだけの、同じクオリティの動画を仮に上げられたところで、絶対に既存の有名 YouTuber の方見ちゃうんだよ、同じことやっても。当たり前じゃん。だってもう、固定リスナーの数が違うんだから、うん。それは有名な人と無名な人が同じことを仮にできたところで、まず、同じことをすること自体が難しいけど、同じクオリティの動画を上げること自体がまず難しいけど、仮に同じことをやったとしても、どうしても既存の有名 YouTuber の方見ちゃう。だって固定リスナーがいるんだから。どうしてもみんなそっち見に行っちゃうし。で、それで、なんか、こっちのね、無名な人たちはほとんど見られないよ。みんなこっちの有名 YouTuber 見ちゃうから。そうでしょ。で、どう考えてもそうなんだよ。うん。だから今から新規参入で YouTube である程度の地位まで行くにはとんでもなく難しいからね、本当に。うん、昔はね、みんなゼロからのスタートだったから、今よりかはその YouTube 昔からやってれば多分それなりに行けたかもしれないけど、あ、遠くないで6ポイント、遠くないで4ポイントです。今ってもうそのトップと底辺の差が違いすぎるんだよ。うん。あと奥目の技出す !2 ポイント、6ポイント、要は3ポイント出す、うん、全然違うから。昔はみんな、ね、うん。別に、YouTube が別に Google AdSense とかの広告収入もなかったし、企業のなんか案件とかも基本なかったし、みんな趣味でやってて。で、それでなんかこう、でもなんかこう、素人がやってて面白いなってんで見られてた人はいてさ。うん。で、そこからこう築き上げてきたものがあるから、今の人たちはね、基本は。で、その時はみんな金もだから持ってなくて、動画に対して金も使ってなかったから、もう条件としてはみんなほとんど一緒だったわけですよ。うん。みんな金も大して動画に使えないっていうところからスタートしてるから、ここからコツコツ固定リスナー獲得した人がもう今成功してるって感じだから、基本は。うん。だから結局、あれですよね。だその先駆者たちが、ほんとヒカキンとかほんとそうだと思うけど、ヒカキンとかも絶対最初からね、やってなかったら多分今ほど絶対なってなかったと思うし、うん。ヒカキンは多分今からやっても、今ほどは絶対なれないと思う。そう。だからね、ここに関してはね、じゃあ、抜こうってなったらそんなたやすいことじゃ絶対無理だから。まあ、抜くまでいかなくても近づくっていうこと自体がまあもう、ほぼほぼきついからね。うん。ね、どう考えてもそうじゃん。うん。あとはまあ、隙間産業とももう言われてるけど、みんながやってない、それでいてみんなが見たくなるようなことを考えてやるみたいな。でもそれもね、結構難しいと思うしね。あとから10ポイントです!うん。いやー、ほんとそうなんすよ。あ、それなんですよ。絶対に、そうなんです。YouTube やれよ、詐欺。まあ、詐欺だと思ってれば詐欺だと思えばいいやん。で、訴えてみなよ、じゃあ詐欺で。
あ、匿名の10ポイントです。だ俺、まあ、ほんとやりたいって気持ちあるけど、俺の中でちゃんとした構想があるんだよ。もうさっき言った通り、あ、よっぴーさあ、出す10ポイント。ちゃんとした俺は構想があって、やるからにはやっぱり戦略立ててやりたいから、どう考えてもチャランポランにやったって無理だし、あと、うちにいる時点でもう、無茶なことできないから、まあ、変な話、家の中でさ、それやるか、みたいな。それこそね、コーラメントスでバーみたた、た、なんだ、床とかが、うわ、汚ね、みたいな。汚れちゃった、みたいな。そういうの面白いじゃん、ぶっちゃけ。家の中でそれやる、みたいな。そういうのもできないから、家いると。そう。だもう、まず、とりあえず一人暮らししないと、それ無茶なことができないから。でも、無茶なことやんなと絶対伸びないから、YouTube は。で、あとは、お金がね、とんでもなく、ほんとね、YouTuber、トップ YouTuber たちは今入ってきてるから、で、ふんだんに何回も言ってるけどさ、使えるから、企画にお金を。そこでも差が生まれて、あと固定リスナーの差も生まれて、ここまでの力の差があるのに、ね、何もかもステータス、もう力、素早さ、ヒットポイントとか、何もかも相手が上なんですよ。もう素早さとか、ね、力とか、まあ、魔力、MP とか、何一つ勝ってるとこないんだよ。その有名 YouTuber に。それが生放送と共用して簡単にね、適当な動画上げて勝てるわけがないじゃん、普通に考えて。ミューのレベル100に、ね、ミューのレベル100に、ポッポのレベル1が挑むようなもんですから。まあ、ポッポのレベル1とかいないけどね。レベル5から6ぐらいのやつがさ、挑むようなもんだ。どうやったって勝てるわけないじゃん。まあ、勝てなくてもある程度のさ、ダメージを与えないと。いや、そうでしょ、だって。あとくらいの2ポイント出す。じゃあ、そんなことになったら、じゃあみんな YouTube やれよ、じゃあ。じゃあ、そんな簡単に成功できるんですよ、じゃあ。そんな。なんか、君たち、簡単に YouTube で成功できるよ、みたいな言い方するけど。アリサちゃんさん50ポイントです。あのさ、じゃあみんな YouTube やればいいじゃん。あれで YouTube でトップグループなんかもう10億とか、あれ稼げるんだよ、年収。ヒカキンとか12億とか稼いでんだよ、年収。なんでやんないの？そんなみんな簡単に YouTuber になって人気になって金稼げんの。なんでやんないの？バカじゃないの？機械損失じゃん。YouTuber で成功したら何億って年収稼げるのに、なんでやんないですか？ なんでやんないですか？ 目の前に何億って金が転がってんのになんでやんないの？分かってんだろ？自分で普通にやったって稼げない。人気になれないって分かってんだろ？じゃあその人気になれない理由を考えろよ。俺が今言ったことそのままでしょ？俺が言ったこと、今言ったことそのままでしょ？で、もちろんね、配信、生放送すらやってない君たちよりも、まあ俺のがまあ、知名度あるよ、さすがに。それはさすがに知名度あるけど。でも、俺の知名度なんて、本当の大物 YouTuber に比べたら、ミジンコみたいなもんだからね、本当に。マジで。勝てるわけがないからね。俺レベルで。それこそ、フワッチの配信者全員が、束になってもヒカキン一人なんか絶対勝てないからね、知名度で。そういう次元なんだよ。わかります？ 現実を見てないのは君たちなんだよ。朝やさん1ポイント出す。現実を見てないのは君たちじゃん。朝やさん10ポイント出す。だ、現実的に俺はね、そういう構想ちゃんとね、俺なんかできてるのも。YouTube のプランってものは。どう考えたって今の状況でできるわけないんですよ。いやー。だったら少しでも、ね、やらなきゃいけないわけですよ。じゃあ、いざ、だって、別にさ、YouTube 行ったところで、チャランポランにやったところで何の得にもなんないっていうかさ、チャランポランに YouTube やったところで何にもなんないから。じゃ、例えば YouTube ライブ行きましたっつったって、結局、今のフワッチリスナーとか、ニコ生リスナーとか、それ引き連れていくだけだから、結局サイト変わっただけで、同じリスナーが見てるだけ。